匠ソフトの高井です。今日は旭川は久しぶりに曇りが抜けました。小雨も降っていた。あまりいい、天候じゃなかったのですが、やっと夏らしいこういった、風景になりましたのでやってまいりました。大雪山も見えるそんな状態だったので、ぜひこの堤防を抜けると、堤防しばらく歩くと大雪山も見えてきますので、撮っていきたいと思ってます。今日は、新たに山に行くための、準備として、靴とズボンを山用にチェンジしています。実際に山に入った時にどんな状態になるのか、靴と、ズボンを実際に履いてチェックします。ズボンに関しては非常に伸び縮みがするタイプのものを買いましたので、楽に歩くことができます。これは山に入った時におそらく高い段差とかちょっと無理をした姿勢でも足に負担がかからなくなると思いますので、すごくこれのツボに関しては使えるんじゃないかと思ってますが、問題は靴です。靴に関しては、少し不安があります。北海道の冬靴と言われる靴を使ってます。ですからおそらく冬道には、雪道にはいいんですが、夏の山ではどうかなと思います。天候が万が一崩れた時に、雨に泥に対応するために冬靴を選択しました。冬靴を実際に使って登山をしたことはありません。若い頃は長靴を使って朝日岳に登ったこともあり、ある程度の年齢になった時には専用の登山靴を買って登山に臨みました。50代になり、いざ朝日岳に登ろうと思いました時に登山靴はありませんでしたので、これでいけないかなと思ってます。まあちょっとどこまで対応できるかやってみたいと思ってます。鳥が飛んでます。いろんな鳥が飛んでますね。鳥を捕らえることはできませんでした。登山に行くときにこの GoPro も2台装備していこうと思ってます。 GoPro の他にメインの一眼レフカメラを持って
上がろうと思います。28ミリから75ミリぐらいの望遠レンズ、あ、ズームレンズですね、ズームレンズを装着して、行こうと考えてます。ちょっとその重さに耐えれるかもテストしたい、今週一度テストをしてみたいというふうに思ってます。以上です。 GoPro ビデオストップ。